N100 搭載ミニ PC に7インチタッチディスプレイとバッテリーがついたハイオール F9 B Pro。 サクッとレビュー。インテル第12世代底辺 CPU N100 搭載ミニ PC も各社に足り寄ったりが出揃い切ってしまっている感のある今日この頃、いよいよ変態化が始まったようです。変態化って、ミニ PC がパンツかぶって走り出したりするんですか？いやいや、競合他社と差別化するために何かしらの付加価値を持つこと、とでも言いましょうか。ハイオール F9B Pro は従来のミニ PC に7インチタッチディスプレイと 5000mAh のバッテリーが一緒になったものと考えるべきでしょうか。すでに N100 搭載のノート PC やタブレットも発売されているようですけど。ノート PC やタブレットですと大抵は USB-C ポートのみ、あとはせいぜい HDMI ポートくらいとなってしまいがち。なるほど、ポートの多さを意味したかったんでしょうかね。こちらの面には奥からヘッドホンジャック、 USB2.0 ポートが2つ、 SD カードスロット、吸気口にロック穴、奥から電源ボタン、 LAN ポート2つ、 HDMI ポート、 USB3.0 が2つ、 USB-C、 そして 12V 電源。この面は中央に謎のスリットが入っています。もしかして内蔵スピーカーの音を出すためのスリットを。この面、奥のグリーングレー部分は謎、スリットは排気口で結構温風が出てきます。付属の AC アダプターは簡単に US プラグ化できます。起動してみましょう。充電できていないかもなので AC アダプター挿しておきます。起動しきるまで時間がかかりまくりすぎたのでダイジェストで進めてまいります。結構時間かかりましたよね。マイクロソフトアカウントやらシステムの更新やらも絡んで小1時間はゆるにかかりました。 PC が接続する Wi-Fi アカウントとマイクロソフトアカウントはすぐ入力できるようにあらかじめ用意しておきましょうね。途中の質問でしれっとサブスクフラグになるものもあるので慎重に進めてくださいね。そうそう、この PC ファンが回りっぱなし。割と耳障りな音に思われるかもしれません。設定操作をスムーズに行えるようマウスとキーボードを接続、 5000mAh のバッテリーが内蔵されているので電源抜いても動作してくれます。ジャイロセンサー連動ですので画面の向きを持った向きに順応できます。こういうところはタブレット PC みたいですね。この7インチタッチモニター、選べる解像度はご覧の通りです。1200p とか 1080p などは選べないんですね。 N100 ですからね。そうしたところでほんのりもっさり感が出てしまうから主はこれで納得しています。搭載 OS は Windows 11 Pro。 平素の N100 の周波数って 1GHz を超えないんでしたっけ。ブースとして 3.4GHz という意味なのでしょうけど、そんなに上がったのって見たことないですね。ブーストさせる方法未だに分かりません。情報元も工場出荷状態でのストレージは半分に分けられていて不便です。今日パーテーション分けての運用ってメリット薄いですよね。一応シネベンチ R23 やってみます。画面はみ出ちゃってるよ。マルチで2081ポイント、ランキングは最下位です。他社の N100 にも劣る結果、どうなってるの。シングルでは833ポイント、ランキング10位で、これも他社の N100 に大きく劣っています。予想外の展開、これは痛い。ストレージのベンチマークも行ってみました。結果はこちらもほんのりいまいち。手持ちの余ってる SSD と交換したくなります。分かる範囲でバイオスいじってみたんですが、さほどの効果はありませんでした。ここからはいろいろ動作検証、主にゲームです。エミュレーターはレトロバットでのプレイにしました。
というわけで、思いつく7ゲームプレイをしてみました。さすがは底辺でも PC は PC です。かなりのエミュレーターがサクサク動きます。それでもゲームによっては絶望的なものもありましたね。トリプル A なゲームは鼻から諦めていましたが、あともう少しと思えるものもあったのが残念です。先日ハンマーニック RG キューブで 3DS をたくさんプレイしましたけど、 RG キューブではモンハン WX がそつなくプレイできていたのに、 N100 だとできていないとかもね。底辺スペックの Windows マシンが最新ミドルスペックの Android に負けたということになるのでしょうか。コストパフォーマンスで考えても由々しき事態だと思います。ハイオール F9B プロスのものは以前は J4125 を搭載したタイプだったと思われます。それが N100 となって新たに市場投入されたのですが、時すでに遅しといったところでしょうか。$273ドルで考えたら決して高くないですよね。 RG キューブの170ドルに100ドル追加、ゲームパッドは20ドル、スチームデックが500ドルから600ドルくらいするんでしょうか。そう考えると300ドルで N100 搭載 Windows ゲームコンソールが出ても納得して買っちゃいそうなんですけどね。300ドルって今円換算すると5万円、円換算すると一気に欲しくなくなりますね。円安政策いい加減やめてほしいです。多分これケースだけ作り直してはめ込み直せば普通になんちゃってスチームデックだって作れちゃうんでしょうけど、なんかもうすぐそんな製品が出ちゃうみたいですし躊躇しています。あっちは N95 だったのがライゼン7 5700U になって500ドル、画面は10インチ、ストレージは 1TB なので妥当な価格差でしょうかね。国内クラファンでは多分同一のものが10万円、なんか価格帯で混乱しちゃいますね。一般販売価格は15万円らしいですよ。無理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 、本当世の中物価高ですね。マリオになりたい、こうしてコインの亡者になりたい。後半は完全にゲーム機としてのハイオール F9B プロでしたね。ノート PC よりも小さなスタンドアローンでの使用も可能なこのミニ PC、 出先でのドローン設定や撮影映像の確認にも気軽に使えそうです。フル充電からの通常使用可能時間はおおむね3時間から4時間といったところかと思います。ポケットに入れるにはちょっと大きすぎると思いますが、気軽に持ち歩いて気軽に使い倒したいミニ PC ですね。ご視聴ありがとうございました。